こんにちは。今回はこちらのケーキ、今お家にあるケーキがこれだけあって、まあ2個ずつとかあるんですけど、まあ全部違う色を集めたらこれだけありました。6色かなあって、まあ、どれがセリアでどれがキャンドゥかちょっとわからないんですけど、まあこれを全部作業用マットに作っていこうかなと思っています。この1つで丸く編んでいこうかなと思っています。で、丸く編んでいく編み方は前に編んでるので、よかったら見てみてください。まあ、それで編んでいくとめっちゃ可愛くなるんじゃないかなと思って、で、まずこれから紹介していこうかなと思っていて、で、1個ずつ紹介していって、できましたっていう感じで全部1つの動画でご紹介できたらなと思ってます。なので、1個ずつ紹介していきますね。こちらケーク、カラーナンバーが34番で、アクリル 100% 30g、 51m 入ってます。で、かぎ針の指定が6号から10号ですね。で、まあこういったところかな、こういう感じででいきます。でも円で編んでいくのでなんか面白くなりそうだなと思って、これね、最初のところだけちょっとね、分かりにくいかもしれなかったんで、まあ、ちょっとご説明していこうかなと思ってて、まあ、最初だけできればあとはもう楽なんで、まああとの説明は前のところを見ていただくといいかなと思います。まずね、10号で始めていくんですけど、今回は鎖編みから始めますね。ここをグッと締めて、で、1、2、3個鎖編みをしていました。で、手前の1本を、1個目の鎖編みの手前1本を取って、で、この3個で輪にしてましたね。こう。で、立ち上がりを1つして、この鎖編みが3個あると思うんですよ。でも1本外して、で、2本取った状態で、細編みを同じところに2個ずつ入れてました。2個を入れて、まあ、ここだけやりにくいですね。で、次の鎖編みのところも、まあ、大きいね、糸だとちょっと見やすいかな。手前1本残してるんですね。で、向こう2本を取ってます。ここで細編みを2つ入れます。入れて、で、次も手前1本残した状態で、向こうに刺して、この2本を取って、細編みを同じところに2つ入れます。で、最初のこの細編みの頭に手前から向こうに針を刺して、こういうところを巻き込めるところがあれば巻き込もうと思うんですけど、この中心を一番最後に締めたいので、こういう編み方の時は残していってました。で、引き抜いて、立ち上がりを1つして、この引き抜きではないその次から針を入れて、で、1本残したところ、ワンちゃん泣き出しちゃった 隣のワンちゃん。細編みを入れて、で、次、ここはね、進んでいきます。で、1個目入れたところと同じところに2個目を入れます。で、細編み。で、ここは進みます。で、向こう側に1本これだなっていうところがあって、まあ、ない場合は違うところを見つけて刺していきますね。1個入れて、次のところは今入れたところと同じところを向こうを拾います。こんな感じで、で、次ここですね、進んで、ああ、ここかな。あ、ここだな。っていう感じで見つけて、細編みしたら、ここは進んで、で、今入れたところに戻ります。2個ずつ同じところに入れて帰ってきますね。それで裏が編めました。で、こちらが表で、こちらは裏。なので、またこの糸を裏側に持ってきて、目安にしていきますね。目印にしていきます。こんな感じで。で、
最初の細編みの頭に針を手前から向こうに刺して引き抜いて立ち上がりを一つで、引き抜きのところではなくてその手前ここを取ってで向こう側を取って次は2段目の増やし方、ここちょっと穴開いちゃいましたね。だから一番最後にこう引っ張ろうかなと思ってんですけど、で手前が裏なので裏を見てこう向こう側にこうなんかね、その高さ的には向こう側にこうなってるイメージですね。こういう風にこうなっている時は増やし目っていう感じで覚えていただくと、まあ、分かりやすいかなと思ってるんですけど、まあ、これも勝手にやってるんで、まあ、こういうやり方が正式にあるかどうか分からないんですけど、まあ、こういう風にやって円を増やしていけたので、まあ今回もできると思うんで編んでいこうかなと思います。まあどこまでね増やせるかわからないんですけど、まあね作業マットもこれぐらいあればすごい便利なんで、まあこれはねこの色がないから途中で終わってるんですけど、なんかこれぐらいのスペースがあればこうやって待ち針を置いといてとかね、なんかそういうことができるんで、だってハサミとかもねここにポイって置いてくれるんで、まあこれぐらいはできたらいいなとか思うんですけどね。まあだいたい20センチは欲しいなっていうところで直径考えてます。これでねちょっとできるところまで増やしていこうかなと思います。で何段ぐらい増やしましたっていう感じでお伝えして次の色に行ってっていう感じですね。で全部お見せする感じで作り上げていこうかなと思ってます。では進めていきます。はい、こんな感じで編んできてました。で、10段まで編んでいて、で、4細編み1つずつ入れて増し目、8細編み1つずつ入れて増し目、8細編み入れて増し目の段で終わってます。で、裏表、まあ、表を編んで裏も編んできたところです。で、これは裏ですね。裏一番最後は1つずつ4入れます。1、2、3、4。まあ結構いい大きさになったかなと思います。あとこれだけ残してるのは、ここにね、これが表で裏、糸が残ってるので裏なんですけど、まあこう段がついてるんですね。こういう、まあこのまんまでも可愛いと思うんですけど、ここの引き抜き編みをして、まあこうなだらかにしようかなと思っていて、これだけ編み合わせてますね。まあ、ここで、まあ、いつもはこう引き抜いて立ち上がり一つしてこう帰ってきてここで引き抜きしてたんですけど、あどうかな、ここもね好みになると思うんですけど、今回はねこっち同じ方向で編んでいこうかなと思ってます。立ち上がり一つして、まあ立ち上がりせずに、まあ、自然な感じで、ここで引き抜きをした流れで、最初の細編みの頭に針を入れて引き抜きをした流れで、このまんま、引き抜きも、ここの手前と向こう側を取ろうかなと思いますね。最初から。まあ、いろいろ、思ったことを思ったままにやってるんで、変わっていくんですけど。ここで一番最初に引き抜きしたっていうことで目印をつけていこうかなと思います。で、手前のこういうところと向こうの線を取って引き抜き。どうかな。変かな。やっぱりこっちかな。いつも通りしようか。あ、探り中なんですね、まだ。最初の細編みの頭に針を入れて引き抜きして立ち上がりして、でいつも通りここを取って編んでいきましょうかね。で引き抜き、まあ細編みをしたらもうこの繰り返しになっていて、また埋めないといけないくなるんで、ここで引き抜き編みをしていこうかなと思います。こうしたことでこういう風に自然な感じで終われると思うんで、まあ、鎌口編んだ時にこれをしたんですね。
こうやってずっと最後まで編んでいこうかなと思います。ここまで編んでいきます。はい、こういった感じでぐるっと一周編んできました。まあ、めっちゃいい感じですね。ここで糸をカットして、でセット抜いて糸始末をして完成させようかなと思います。そうして、グッと締めて、で最初の細編みの引き抜きしたところ、ここに下から刺して、でここの出てきたところに戻って、でこっち側は表になるので裏にまた糸を移動させます。何かを引っ掛けて裏に持ってきます。で裏でいつも通り糸始末をして完成させます。でだいぶ時間かかるんですけど、表裏編んでて、まあ、この表面を見たら10段しか編んでないんですけど、まあ、1段目を表裏、2段目表裏って感じなので全部で20段編んできてますね。まあね、このケークも普通に細編みで10段編むと結構薄いと思うんですけど、まあ、こういう風に編むことで分厚くなりますね。こんな感じです。でギリギリでカットして、まあこの中心はちょっと一番最後まで残しておこうかなと思います。それでまあこれぐらい余りましたね。まあ使い切れたんじゃないかなと思います。ここでね、こうやってハサミ置いたりして、こうやってこういうのがあれば沈むんで、こうやってねポイポイって置けるんで、まあ、こういうね作業マットがあると便利なんですよね。まあね、季節ごとに変えたりとかして、まあこれもねちょっと今の季節に合ってないかもしれないですけど、まあちょっと恋っぽいんで、まあ最近冬に作ってまあ気に入って使ってるんで、また春用に作り直そうかなとか思ったり、まあこんな感じで、まあ、次々編んでいこうかなと思います。で次はこのケーク、カラーナンバーが13番ですね。これを使って同じように編んでいきます。で、10段って決めたので、まあ10段で、まあ裏表、一番最後は裏で終わりますね。で、そこから同じように引き抜き編みをして、こういう風になりましたってお見せして、次の色を次お見せしていこうかなと思ってます。はい。こんな感じで2枚目。13番できました。これぐらい余りましたね。まあ同じように売られてても、まあ編み加減によってもだと思うんですけど、余りがねちょっとずつ変わってきますね。これも見た目的にすごい多そうに見えるし、こんな感じで、まあ本当に多いのかもわからないんですけどね。まあずっと編んでいこうかなと思います。あ、サイズはね言ってなかったかなと思うので、でね直径が19センチぐらいありますね。これでずっと編んでいこうと思います。こうやってね重ねていこうかなと思って、でちょっと重りでねこれをこういう風に置いて続けて編んでいこうかなと思ってます。まあ次はどれでもいいんですけど、こうやって選ぶのも楽しいですよね。この青を使っていこうかなと思います。では同じように作っていきます。はい、こういった感じでブルーも編んできました。めっちゃ可愛い。何色編んでも可愛いですね。これね、あと3個トントントンって編んでいこうかなと思います。この色が14番ですね。ね、あ、これですね。で、この赤っぽい、ピンクっぽいのが32番。で、この茶色のが11番ですね。これをずっと編んでいきます。はい、こんな感じで編んできました。というかね、カップケーキがパンケーキみたいになりましたね。こんな感じ。これはね、色的にもそんな感じに見えますね。こんな、めっちゃ可愛い。これでね、これぐらい全部余りました。で、余ったものも同じように、この順番に、まあ、順番はね、ちょっと変えてもいいかもしれないですね。明るい色を間に挟んで、で、この茶色で挟もうかなと思いますね。あ、このままかな。このまま、こう、編んでいこうかなと思います。ちょっとずつ足していって、
まあ同じぐらいの大きさになればいいんですけど、まあそんなにも大きくできないのかな。ちょっとどこまでできるかで見ようかなと思います。はい、つなげてきたらこんな感じになりました。めっちゃ可愛いそれでまあね、ちょっと足りないから、まあ、新たにこの11番、一番最後は11番なので、これを足していこうかなと思ってます。まあこれもね、私が使っていこうかなと思ってます。まあどこまでするか、まあ同じぐらいの大きさで編んでいこうかなと思います。ではね、この10段まで編んでいきます。はい、こんな感じめっちゃ可愛くなりました。この周りは計算してないけど、てんてんてんってなってめっちゃ可愛いですね。それでね、まあ糸始末を全部して仕上げていきます。裏見てるうわーって感じですけど、糸始末が大嫌いだからまあね、ちょっとずつね、やってみると、まあ、ちょっとかけて、糸をかけて、まあ、同じ色のところにできるだけ糸始末するといいかなと思うんですけどね。ちょっとこう返ししたりとかして、いろんな方向に刺して糸始末していきます。こんな感じでギリギリでカットして、まあ糸始末したらすぐカットしていって、まあこうやってね、ガーンって置くよりこうやって乗せた方が、まあストレスがないかなと思うんで。まあこれも全部、このブルーだったらブルーのところ、このね、色がないときはもうしょうがないんですけどね。まあこの辺とかでも色が、同じような色が入ってるんですけど、まあ表に返してしてもいいんですけど、やっぱりね、表に返すと、まあ耳が変になったりとかすると思うんで、まあできるだけ後ろで全部糸始末していこうかなと思ってます。こんな感じで、裏は、まあ、色がね、多少違って出ますね、この編み方は。この色は、こんな感じ。可愛いですよね、これ。こんな感じ。これは綺麗に入りましたね。これも綺麗に丸が入りました。ちょっと違いますよね、雰囲気が。こんな感じ。一番最初に編んだの。これで全部ね、糸始末をして完成させようかなと思います。今回1、2、3、4、5、6、7、7枚してきましたね。これは自分で使おうかなと思います。まあ、動画にも出てくると思います。あ、これもね、ちょっと全然ね、この色が見つからなくて、なので、まあ、ソックやんですよね、これ。まあどうしようかなと思ってて、ここから全然広がらないんですよ。本当はもっと大きく何かを編むつもりで始めたんですね。まあ糸がその後に買いに行ってあるだろうっていう予定で、でも全然見つからなくて、だからね、またほどいて違うものにしていくのかもしれないですけどね。あれ、まあこれは糸始末してないんで、こういう風にこれからね、これを使っていこうかなと思いますね、今回編んだもの。こんな感じめっちゃ可愛くできるので、ケーク一玉でこの大きさができるので、好みの糸で編んでみてください。今日も最後まで見てくださりありがとうございます。